1911年10月11日、湖北軍政府成立の際に掲げられた18世紀、湖北軍政府跡地の辛亥革命武将起義記念館に掲げられている18世紀。鉄血18世紀とは、武将起義の際に湖北軍政府が使用した軍旗。もともとは湖北省の革命団体であった共進会の旗。18世紀、鉄血旗、嗅覚旗、嗅覚18世紀などとも呼ばれる。1907年8月、中国同盟会の分派である肖凡、劉中文、孫武などが率いる共進会は、長江流域での反清朝武装蜂起を計画しており、漢民族のシンボルとして18世紀を会期として制定した。これが18世紀の始まりである。武将において、蜂起を計画中の1911年9月、文学者と共進会の合同会議において、18世紀を革命軍旗として制定した。1911年10月10日午後7時に武将起義が勃発し、武将市全体が革命派によって占領された。その翌日の11日に、中華民国軍政府学軍と督府が宣言された際も18世紀が使用されている。1912年1月10日、中華民国臨時参議院の特別決議により、五族協和旗が国旗として制定され、18世紀は陸軍旗として制定された。しかし、北洋政府はすぐに18世紀の使用を停止し、後日の19世紀が、中華民国陸軍旗として、青天白日紅旗が海軍旗として使用されるようになった。1928年12月17日、北伐を終えた国民政府は、青天白日紅旗を公式旗として立法可決し、五色旗と18世紀は完全に置き換えられることとなった。これ以降、18世紀と19世紀は公式使用はされなくなったが、今日においても中華連邦主義の支持者が18世紀や19世紀を掲げていることがある。鉄血18世紀は、紅、黄、黒の3色で構成され、革命が鉄と地によって成立する鉄血を表している。外側の9つの黄色の星は、海継ぎに記録された紀州、遠州、西州、徐州、揚州、慶州、余州、遼州、揚州の九州を表す。さらに内側の9つと合わせた計18の黄色の星は、漢民族の土地である内地18省を表している。鉄血19世紀は18世紀を元とするが、東三省の代表が18世紀には東三省が含まれていないとデザイン変更を提案したのが始まりとなっている。1912年1月10日、臨時参議院は18世紀を陸軍旗として特別決議を可決した。1912年5月、臨時参議院は北京において国旗統一を提案し、五色旗を国旗、青天白日紅旗を海軍旗として定めた。しかし、臨時参議院の東北出身の議員たちは、18世紀には東三省が含まれておらず、全中国を表しているものではないと軍旗として使用し続けることに反対し、18世紀を修正を提案した。この案では、中国統一を示すために、旗の中心に大きな黄色の星を追加されたものだった。後に追加された黄色の星は、他の星と同じ大きさに変更され、これが19世紀となった。19世紀の提案は議会によって議決され、18世紀から、変わる正式な陸軍旗となった。1912年6月11日、中華民国臨時大統領である袁世凱は国旗議案の結果を公布し、中華民国初の国旗に関する法制度となった。1928年12月17日、北伐を成功させた国民政府により、北京政府は消滅し、18世紀と19世紀は五色旗とともに完全に廃止された。さらば復讐の狼たちよにおいて、アバタのチャンがやってきた、牙城には、鉄血18世紀が多数登場する。ただし、映画の舞台の1920年において、18世紀は、戦術の通りすでに19世紀に置き換えられており、また国旗としては、五色旗が制定されている。また、1911など、辛亥革命や武将起義をテーマにした作品においても、鉄血18世紀が登場する。ありがとうございます。